そのお友達の歌えりちゃんの生誕イベントということであのー、何あのー、ホムラホムラを知らない人はいないと思うんだけど <laughs> あの鬼滅の刃の無限列車編の曲ですねホムラを歌ったのとあとあのー、渡り廊下走りたいさんのバレンタインキッスをやりましたあとなんかミニゲームみたいなのをみんなでやったうんえっ、ー、と んなおさんがなおさんが「あ見たい」っつであ見たい」っつっおいいやさ絶対そういうのを見る人いるだろうなって思ったもん思ったもんねあおいや葵たんはじゃあ2杯にするか悩んだんですけどやめましたやればかわいいありがとうなんか恥ずかしくなったわなんでなんでありがとう雷も今日はありがとうえてか雷もさ ほんとに最高。ほんとに最高。え、ほんとに最高。3回も言っちゃった。えー、と、いや、びっくりした。もう、ンピシャで、わあ、いいなと思ってたのをいただいて、ありがとうございます。えー、と、こんばんは、お弁当さん。こんばんは、おかえりなさい。えー、久々に生イターと喋ったら、なんか照れたをえー、あれで照れてたのポーカーフェイスじゃべレック えてかレクターなんかちょっと痩せた気のせいえーアトシさんこんばんはーおかえりなさーいありがとう音、えー、信ショウがありがとう岩崎さんこんばんはーえーブッパーもステージ見るのもなぜか緊張しましたでもあいたんまあ,あの緊張確かになんかちょっとそう最初歌うのちょっと緊張したけどあとなんかそのー その歌エリちゃんのイベントに出るのにその結構周りのなんか男性の方とか行ったんだけどなんか役者の方でそう男性の方々とか初対面でなんかこう初めての人たちとねなんかこうこうあれなのが緊張した「あおいたんまる」「あおいたんまる」まる「まる?」「まる」「パレソリソジちゃん」 やばかわいい。おかえりーゆきやどん、こんばんはー。あおいたのマジきすスおのチェキ宝し、宝かもいしああ、あれか、歌えりたのか。<笑><笑>ありがとう。こんばんはるこたん。こんばんやせいにゃん。おかえりなさーい。えー、かわいいよ。ありがとう。ありがとう。警察署に行ってきたけど。えー、おかえりー、土屋さん。あら。 えー、色紙忘れかけて取り戻りましたすごいよねすごいえわかんないけど皆さんさ「ワードウルフ」ってゲームやったことありますあおいたんないんですよ今日初めてやったんですけどなんか要はその「ワードウルフ」っていうのはまああのー、なんかお題があって。 でお題があってみんなそのお題に沿って喋ってるんだけど1人だけ違うお題を渡された人がいてまあそれを当てるっていうゲームでまあなんか。 まあ人狼じゃないけどね、そういう嘘ついてるやつ当てろみたいな、そんなん。<laughs> <laughs> えーと、オムライス。ありがとう、ちまさん、こんばんは。今日はありがとうございました。ありがとう。写真もありがとう。えーと、アンニー、美人。ありがとう。刃かわいい。おかえり、ひろさん、こんばんは。今日はありがとう。どういたしましてええー、え、勘違い。おかえり、おるてかさん。2杯なんてあった。もう脳が持たない。いや、その2杯しようかなと思ったけど、やめた。<laughs> えー えー、アムライス、ありがとう、お疲れー、ありがとうございまーす。あおいさん、こんばんはー、はるぱさん、こんばんはー、おかえりなさーい、えー。あれ、本気で欲しくてねー、ははっ、え、すごく、なんか、てかたち、なんか、どれも、なんかもう、プロ中のプロ、ね、プロ中のプロ、カメラでも、ほんとにあがめたい。あおいちゃん、こんばんは、ありがとう、現代さん、こんばんは,ーんんこんばんはー、ごじお届けよきゃ、ありがとう、ゆけだん。えー、前にはリングフィットがあるからー、私ちやるんでしょ、だって、リングフィット。え、なん なんかちょっと痩せた気がしたけど気のせいか <laughs> えっと「会いたいよ会いたくて会いたくて風呂えっあおいたんを見ててあおいたんと目が合うとそらすというえいやえっえかさあいやそうなのよなんか今日あの東京おとおおと音日音日音日劇場っていうとこであのー、まあその生体イベントがあったんですけどあの、二子玉川にあるんですよで、ね、あのー、結構何 ちょっと密だったよね客席あんな感じだと思わなかったそうそうちょっと密だったんですけどそう客席そうあのー、結構ステージからあのファンの皆さんの顔結構見えるんですよでなんか目が目を合わせにいってるのになんか合わないんですよみんなあんまり目が何で何で何でキョロキョロえーとオムライスありがとう 時期めっちゃボケててワロただが許すねえ <laughs> ねえええうそあれなんであれそれはうちじゃないっすあらじゃあ歌えるせいにしときましょう <laughs> 思い出だから思い出思い出葵ちゃんがトークでマウントする場面が多くてニヤニヤしたねいやなんかあのー 今日はですね、まあ、男女1人が MC の方がいてミニゲームをやるときにでなんかでもほとんど裏でもその男性方と初対面なんて喋ってないんですよ挨拶ぐらいででも結構なんかこうこうちわでも盛り上がったりしてて会おいたら最初まあ、緊張してるしなんかあんまりボロ出さないように静かにしてようと思ってこう、ずっと黙ってたんです。 MC m っていうかそういうゲームの時にでもなんかどん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 いやーこれちょっとなん,かなんか結構多分みんな初対面だし伺ってるからなんか間が多くていやこれ結構この時間ちょっとつまんなく感じちゃったら苦痛じゃないと思って <laughs> ちょっとでもあのなんか面白くできたらいいなと思って。 喋りました <laughs> えーラダイマラダイマトゥインテールするとすごく丸感わかるすごく丸感って何顔が丸いってことアオイタンの顔が丸いってことねバイソジーちゃんアオイタンの後にうたやさんにあげたら残った敵全部かわさ… <laughs> かわいそうかわいそうありがとうワードウルフすごい難しいそう葵ちゃんもなんかあんまさ説明聞いても分かんないからさそう早くやろうよってタイプな葵ちゃんもさ <laughs> あれはあれが守るありがとう鬼滅の刃のお題聞いた時点でルロケンかなると大穴でサムライチャンプルーかなとえすごくないえなんで全然分からんかった全然ええおたんいての演技キス語略押し相手キス語だあれはマジあれは そう、練習の時に撮ったえー、自転車のライトを盗んで出てこいってあるかしら。お客様えー、うたさんと青い板メータが多かったね。さすがやね。<laughs> ありがとうございますそう。ですね。なんか事前に予約リストをあのいただいてそう。あのー、ね。ありがとう。みんなありがとう。同じく。 呪術廻戦と思ってたのがね少年の脳みそ丸だしいやーそうあいたえ絶対呪術廻戦だろうと思ってたらなんかそういうあれじゃなかっただねそうどうなのよ客として見てた役者と共演する気分客として見てた役者と共演する気分は,てて気分はあ他の男性方 なんか「わすごい」とかもないしそれはなんか同じ仕事をする上であの円滑に進められれば別に何の何の感情もない <laughs> 何の感情もないし特に一緒に披露するものも特になかったから別にいいかなそうえっだってゃんと当本当にねミニゲームの時とかも結構葵ちゃんねなんか こうレックタンレックタンとか一回ね多分ね10秒ぐらい顔見した時あったのこうやってでもねなんかわかんないどこ見てるかわかんなかったのレックタンが <laughs> ええやばかわいいおかえりーありがとうはじ井さんこんばんは下手の2人はウルフにはしないえー、あとは消巨法でウルフ分かったさ下手の2人はウルフにはしないあーなるほどねーいやでもさあいたもういや まあ歌えるよ、あれだけど、そう多分なおちゃん、パパちゃんはないだろうなぁと思っててそう、呪術会社は私、もともと知らなかったか、ら選択肢がなかった、えー、そうなのか、難しいなぁ、そう、なんかね、でも、ああいうのは、なんかこう、やっぱ見せるよりも、身内でわーわーやってる方が楽しい気がした、<laughs> やってみて <laughs>、えー、鬼滅の歌の衣装、しれっとミニでしたね、そうあの今日ですね、そうまあ、2曲やるにあたって、あホムラ そうあのリサさんの「ムラを歌う時はなんかやっぱ和服がいいねって話になってで「巫女かな」とかそういう話になったんですよ。ででもなんか巫女だとあれだしってなってで葵ちゃんあのー、何あのー、ちょっと別のあのー、何別のやつであのー、着ようと思ってたその今日着た赤と黒の赤と黒の和服っていうか巫女って。 ではないけど和服みたいなやつを持っててそれあるよってなってああじゃあいいじゃんってなってそれを着たんですよ。そうであのー、まあ鬼滅だしねそう,そういう感じが。で えとバレンタインキッスはそもそも、あのーまあ、終わったから多分言っていいと思うんですけどもともとバレンタインキッスをやる予定じゃなかったんですよバレンタインキッスじゃなくてあのー、モーニング娘。さんのラブマシーンをやる予定だったんですでもいろんな事情があってバレンタインキッスになったんですよでバレンタイン近いしバレンタインキッスにしようってなったんですけど衣装を そのーモー娘さんイメージしてキラキラのトップスを買ってたんですよ。キラキラの黒とゴールド2人2人で買ってあってだからそっからバレンタインキッスだからうわどうやって可愛さ出すってなってでもそのバレンタインキッスってあのミュージックビデオとかさほらさ渡辺麻衣さんとかさ可愛い制服とかさそういう衣装を着てるからなんかまあ青板はできるだけこうねなんか学生服っぽさを出そうと思って。 あんなな感じになりましたちなみに今日なんかずっとバタバタしてたりなんかいろいろしててあの自撮りを1枚もしてないからないんです写真が衣装の。ないんです。えのえー、のほらヴィクトリア・ローマさんありがとうヴィクトリアさんほらほらほらありがとうグッドイブニングこんばんはマイネームイズ i t h ナンバーナイスト r ー i c えー、もジャンプ仲間の「呪術廻戦の山大外れ」やっぱそうだよなー呪術廻戦などまあ、でもねルロケなんて絶対出てこないわいためっちゃ他人事だったで、ね、そうそうそうでも縦はすごいなって思ったあのー、何みんな縦わかるあのさほら剣舞台とかでそこうやって剣とかで戦うやつだよあれを、まあ、男性方が披露してたんだけどあのー。 特にみんなすごいんだけど特になんか白い服を着てる吉田さんっていう人がいたんだけどこの人がバカうまくてそうすごうかったすごかったそうあい手もなんか剣振ろうかななんかシュ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 えーじゃおかえりイカのおかえりーえー、ありがとう最善だとミネスカをガン見しにくかったのでアーカイブ顔 <laughs> <laughs> でもねなんか結構顔のアップとかが多くてそこまで そそここまままでででで足元もなかったよさっきちょっと見たけど卵かけご飯ありがとうお弁当さんえー、ホムライスおつだ出してくれ心の声が全部出ましたでもそうなのあおいたらさまあもちろん今回来れなかった方もいるしそうあの何、ー、自分でも全然自撮りしなかったしあのー、まあ モノラボの時の衣装も通販出そうかなというかまとめて一緒にもろもろの最近の衣装チェキっていうので <laughs> なんかそのうち出そうかなーって気持ち気持ちだけ今ある呪術廻戦ギャオでちゃっかり見てるえおもろいやさ呪術廻戦青おいたもうね3か月前ぐらいからずっと見たいのに見れてないのよねなんか、えー、で三角は何を表してえ炎です炎ですよ これがバレンタインキッスでこれが炎です。なんかが全くありませんでした。だか,だかこれ分かったらすごいなともんねラブマシーンそれはきっといい衣装だったのを確信。いや、そう。まあ、だったんだけど、そうそう。まあでもね、可愛い感じにできてよかったです。きいててて。えー、晩年にワイの脳内は国章さゆりが歌ってね。時代を感じる。あ <laughs> おいた。ありがとう。えー、もったいない。もったいない。 もったいないもうえっとてっきりは生誕の派手さアピーダーの衣装かと思ってあ全然全然全然,全然そうまあそんな感じであれでしたそうバレンタインキッスはなんかいいよね可愛いよねそう明日は、えー、吉田さんの盾がやばかったやばいなんか何んだあれと思ってそうでなんか本当に喋り方が穏やかなのに急にあんななんかねシュパーってやるからさ サヤ、えー、も上下も狭い縦は脇が締まって逆にいいのでしょうかあーでもなんかみんなめっちゃ困ってたそうやべえっつって照明さんに絶対怒られるって照明にガンガンぶつけたとかもう顔見れねえとかそうもう早く帰ろうとかもうなんかやっぱ縦だとちょっとあれじゃ難しそうでしたねさんあのエセ医者縦すごかったでしょいやでしょそう理科の先生か医者かだと思ったの、ね、よ葵ちゃんもそうそうなの。 盾やりたいなーって思っちゃったもん見てていやかっちょいいよねなんかでも縦のなんか先生とかあと結構舞台のなんかその主催とか作る側もやってるみたいなそうそうだかなんかあのー、ね、あのー、え今度出てよって言ってくれたけどそうその盾とかできないんだけど <laughs>、えー、落ち着いたら一生定期いいと思います <laughs> 食い気味で食い気味で知恵と希望で縦拾うだえ縦ない,ない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 地域の子縦するとこ一個もないから誰も <laughs> 困ったことあれはいずれも相談ショールームで。 男性の女演たのもてなし方は関心者だよあれは勘違いするああねだすごかったんですよそのやっぱ男性のなんかあのー、役者さんのねファンの方やっぱり女の子たちじゃないですかそうなんか女の子たちはすごかったで <laughs> ねみたいなえバカにしてないバカにしてないけどそう「あーみたいな「えー、じゃあこうする」みたいな,なんかなんかすごくあった「えー、じゃあいいよ」みたいな,なんかなんか「じゃあいいよ」みたいななんか男がもうなんかすごいなーって感じでしたえー、着ることができなかった衣装シリーズのチェキもお待ちしておりますいやーねそうなんですよなんかまあ,あのそうなの着ることなんかだってあのー、延期したあのマーダーホリックっていうパステルさんの去年ですねえ去年 去年の話だよねまだ去年に延期したマーダーフリックっていう舞台があるんですけどあのー、それの衣装とか結構買ってあったけど着れなくてしまってあるのとかあるしなんか他にもね結構ね買ってあって着てないとかお店できてないとか割とあるえー、天井低い中で大変だよねああすごいなと思ったそう今日ちょっと暑くなかった暑かったかな エエー何すとこさんかわいいありがとう男性には身長分けてくれって念を送ってまいあたあ身長確かになー身長高いとでもねああいうとこだとなんかぶつかってあれだけどそうまあなんか なんかね今日は歌ったり踊ったりまゃ、あ、ったり笑ったりイエイって感じで面白かったです、とても。なので来てくれた皆さんありがとうございましたそしてなんかね、本当あの何、差し入れとかもわざわざ本当にいただいてくれて,あり,て,くれて <laughs> ありがとうございますあのツイキャス配信を、ね、見てくださった方ありがとうございます。アーカイブが20日まで残るのであのぜひアーカイブであのバレンタインキスしましょう、一緒に。 キースえっとうん吉田にチキ行きけよかった <laughs> えでもでもだよでもそ,そこらへんの人たちみんな置いたよりチキ高いんだよ1枚2000円なんだよえ着物の人何の流れかな思ったら前の人最近は最近私服を和服にしてるんです言っててすんげええ、いたよねえたいたいたいたあそうなんだえっ洋服から和服ってことえどういうことえ 夏はどうするの暑いよ、だって。卵かけご飯おかえりー、バナさん、こんばんは。吉田さんはチェキ行こうか迷ったじゃあ、今度はあったら行こう。今度あったら行こう。2000円だけど。<laughs> チェキ2000円だけど。えー、刃かわいい。おかえりー、クルティアこんばんはー。えー、銀行会社、埼玉行こうかな。いいね。なんかふわふわ泣い間、かわいいでしょ、これ。これさ、新しく買ってさ、着るタイミングがなくて、今日やっとね、イベントできたんですよ。おーい、2000円。 そ,う2000円そうまあなんかあのでさ結構葵いタん今日、まあ、物販がなんかまあ密を避けるために整理番号があって順番にだったんで、まあ、結構ゆっくり物販をやったつもりだったんですけどなんか葵いタんがいち早く終わってしまって。<laughs> <laughs> まあ、まあ、それで早く帰れたからいいんですけどそうなんかもうちょっとみんなともうちょっとゆっくりしてもよかったなと思って後悔ですえっ、ー、とたーんありがとうたくまさんこんばんはだいりさんはチェキ1500円でしたあやっぱそうなんだそうだからなんかそう誰だっけなんかさ誰かがそうあの何、ー、え千1500円じゃないあじゃ チェキチェキ、青いタンなんか1500円じゃないのって言われてえっと思って <laughs> え1000円だよってなったわそういえばそうえー、っとほら財布の中の1000円の枚数見てやめたんだけどねいやみんなありがとう一応お釣り用意してたけどお釣りねないように出してくれてみんなありがとうえメール前半しか読んでなくて青いタンに整理番号あったの気が付いてなくて。<laughs> <laughs> よ,かよかったよかったよかったまあの何あのーあのー、今後はよく読んでいただいて男性エンジャーがいたから惑わすために新しい服を着たんですねえ全然全然あそうかもしれない <laughs> ゆっくりする余裕がない <laughs> あそうねそうねありがとうねジムさんねチェキ1枚でそんなに粘れない粘れない <laughs> いや別になんかそのでもあんたはなんかそど,んどんな感覚でやっていいか分かんなかったからさあ,あれだと結構ゆっくりだったけどあれいつものいつものね2倍ぐらい結構あれだったけどそうまあでも皆さんとね直接お話できてよかったですあけましてしましたあの感じの物販だと変な緊張しなくてよかったなあの感じってことで、ね、これこれやっぱそうあのー、やっぱこのご時世なんで物販もあのー 何あのこういうなんていうの刑務所みたいなさあるじゃん透明なガラスみたいなテーブルの上に透明なガラスが挟んであってそれ挟んでお話しするんですよ皆さんとで通知機取るときもそれ挟んでこうやってピースっつって取るからなんかなんかあの近いようで遠いんだけど遠いようで近いみたいなそんなんだった <laughs>、えー、もっと会い知りたらこさしていただけいいね眠いおおかえりこんばんはイリンありがとう 長い人やばいかなーって。持ち時間気になった。や、それ結構会いたい。まあ、自分のなんか腹時計腹時計 <laughs> セルフタイマーでなんとなく感覚わかるんですけど、そうあのー？ ででもでも、うん、うん、でまあまたまた今度ゆっくりお話しません監獄バッパーの時は緊張したからさあれはあれはもうなんか見せしめというか <laughs>、えー、青いゃんとのチェキ暗かったけど文句言った春るま敵が来るから問題ないだい,いや言うてよ言うてよいやそうなんかあのチェキよく一応そうだかなんか何、まあ、場所も場所でちょっと取りにくさもあったんですけど そう暗くないかなーとか色々あったんですが誰もみんな文句言わないんでまあ、確かにあのー、何言わないからそあのいいのかなと思ってそう <laughs> あのよっぽどやばいやつ葵いんがい,いや撮り直そうって言うんだけど微妙だなこれっていうのはみんなの判断に任せててそうえー、と机もあったから自分は割と快適だったと思ういやーよかったよかったよかった。 あの面会方式だと中敵取れるんじゃねえだめは取れるねチューバレンタインデーキスしてティンティンリボンをかけてシャラララデキニキスよしまあということでえー、改めて明日からこちらですねえー、知恵と希望と極悪機能を稽古頑張りたいと思いますちょっとあの今日はさすがに あのー、結構お休みあのー、いただいてこっちに集中しようと思って結構お休みいただいたらないろいろ変更があったみたいでダンスとかも <laughs> あしたやばいよーってなってるんですが、えー、こちらですね紀、えー、ノ国朝ンシアター高島屋でやります。タンはここでーすですえー、とー何 えー、19時夜の19時公演が中止になったので初日が2月25日の13時になりますそこから28日まで全部で6公演ですね6公演あって、えー、ただいま一般発売チケットを販売してますチケットピア E+、ローソンチケット機能チケットオンラインなど販売しておりますので、まあのーね、今月、次回のはこれになりますので皆さんこちらでお待ちして,ております。 でえー、っと、何、あのー、一応、複数回、2回目以降、葵ターン扱いで2回目以降来てくれた方は、あのー、その日じゃなくて、あのー、なんか後、後日とかでも、チケットの社名を、なんか、DM かなんかで送ってもらって、あのー、なんか、特典をお渡しするとか、なんかしようかなと思ってるんで、あのー、そんな感じです。 うんとまあ許容範囲だから大丈夫ありがとう、えー、全然大丈夫なレベルだったから大丈夫、えー、よかったでもあの何、ー、やっぱ全身いいよね全身のソロ的いいなって思ったあの衣装で、えー、あのくらいが思い出に残るんですよ、ね、<laughs> ありがとうありがとう、えー、みんな3月7日までああそうか3月7日までねなんとか宣言、えー、上にゆめこちゃんね <laughs> そうねそうね今日休んだのか物販での聞き合わせはちょっとモヤモヤが取れた <laughs> いやそうなんですよなんかまあ頑張ればまあうん頑張ればちょっと稽古参加できただけど荷物もあるしなんか何あのー、ねえなんかあんまなんか苦手なんですよなんか途中から参加するっていうのが苦手でおいた、うん、なんか 物なんかさ集合場所とかに早めに行くのは全く問題ないんですてかそ早めに行っときたい人なんですでも遅刻とかなんか途中からみんなが集まってる中に「あーごめんごめん,ごめん」って行けないタイプなんでちょっと休みにし加してなってかね毎回毎回変更はあるんだけどそうだ、うん、うわーあわわわわ,わ,わーって感じ。 えーときのこのフライヤーの髪の質がとにかくすごいそういやモノラボよりいいよね質がねそうそうなのよ葵田も言いたかった帰り歩きながらずっとそれ気にしてた <laughs> ありがとうありがとうありがとうそうあとまあ一応ね母上いたんでそうあのー、やっぱ母上一人でね帰らせるのもかわいそうだと思ってそうですそうあそう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 でさ見てよそうあのー、何 なんかいやーそもそも葵いたん、本当に二子玉川駅をほとんどほとんど行ったことがないというかなんか、うんかうほとんど行ったことないんですね。であのー、なんかとりあえずなんかお高そうな高も建物が結構あるんですよでなんかその葵いたんはなんかそう高島屋に行きたくてずっと玉川、高島屋。 っていうとこがなんかすごく大きいって聞いてては行ってみたいなと思って行ったら今バレンタインだからそのなんかバレンタインのなんか催事をやってたんですよであのー、なんかあの可、ー、愛か,かったんで買ってみましたチョコレート可愛 <laughs> か,かったかなんかねこれ中がマシュマロらしいよなんか マシュマロみたいな,なんかそのタピオカの粉でもちもちしたやつが中に入ってるチョコですって言われたなんかとりあえずなんかこのバラがかわいいなと思って買ってみた <laughs> 全然あのーあのー、ブランド名とか全く見ずに見た目だけで買った <laughs> えっと葵ちゃん今から晩ご飯だよね晩ご飯は先に食べましたさっき ちょっとトラブルで囲めなって空いてる席はるママの隣だった。<laughs> そうでもママちゃんはもうほとんど見えなかったって言ったあの席で。自販機のない街二言、いやほんとにさあ全然さあ近くにさあなんかねコンビニとかもさあなんかいなくてさ長これこれ結構そう。だからちょっと今度食べる今度食べる。 えーとパンのイベント2コ個,個,個玉パン祭りっていうので1回行っただけかな。うんだけ、それだけフライヤー折らずに入れられるケース持って行って正解だとフライヤーきっと多分、でも折れちゃうんだけどワンチャン、おいパン通販に舞台のフライヤー入れることあるんですけど通販だと絶対に半分に折らないと厳しいんですよ、基本。 そうだからもしかしたら人によっては折らずに持ち帰れるなんか持ってるかもしんないしとりあえず持ってこうと思って今日持ってたの <laughs> 縦に憧れて <laughs> えさあ,あ縦に憧れてえ刀ってことンンこれ折れたら嫌だなちょっと大事に扱おうえっ、ー、と最初気づかず前すいません」とってはるままだかなんか損したない,い失礼な <laughs> 南南東に向かって一気に食べるチョコかなるほどねなるほど今年もいいことが。 でもこれなんかすごい全部表記が外国語だよ。ここどこなんかねフランスのチョコって言ってた。フランス中のチョコって言ってたよね。えっ、ー、と、もう今日はひな人形早いね。そう自販機全然なかった。ねいやほんとにね。あとね、あとこれも買いました。あのー、かわいいなーと思って。なんかバラばっかなんですけど。<laughs> そうあのー、何あのー、 これはなんだっけなんかフランボワーズの季節のショコラサブレフランボワーズっていうあの青いタンメリーチョコレートってチョコレートのブランドをなんかあの結構好きで買うんですけどそれの結構なんか都心とか都内にあるルルメリーっていうなんかブランドのやつでなんかずっとパッケージかわいいなと思ってて買ってみたうん帰りに。うん こんな感じでちょっとだけ。母上とちょっと高島屋を楽しんだ <laughs>。え、私はバラの似合う女ね <laughs>。違うね <laughs>。いや違うよ。いや違うないけどね。似合うけどね <laughs>。あれ、どこだっけ？パンフレット <laughs> いやそうなんか似合うんだけどね。似合うんだけど、あのー何そういうことが言いたいわけじゃなくて。 普通にあの可、ー、愛い,いなと思って結構バラが好きなんでそれでですよいしょいやすごかったよなんか本当いろいろねなんかいっぱいあったいっぱいあったチョコがでも思うんですよなんかあのー、やっぱり外国ではなんか 外国では男性の方が女性の方に先にプレゼントするじゃないですかバレンタインってなんで日本は女性からあげるって文化にしちゃったのかなえこれうまそうあでもお酒使ってるななんか抹茶の見て抹茶のトリュフとこって思うんだよねそうあと葵ちゃん最近イライラすること言っていいあの なんか本当に最近ピスタチオ流行ってるじゃないですか,だからこういうのとかも一見は抹茶だって見ると絶対ピスタチオなんです本当にムカつく <laughs> 本当にさなんかこういうのとかもさああ抹茶あピスタチオみたいなことが多くてなんでそんなにみんなピスタチオ好きですかあこれも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 ,これもうわ抹茶だ美味しそうって思ったらさ もうさほらピスタピスタもう絶対ピスタチオだんでなのウフフフフ文句文句だよ文句ほんとになんかそうってずっと思ってるあ美味しそう何これあれなんか似てるなさっきのとなんか抹茶のトリュフだえ,ー、えーっと今度の舞台はきのこを刺さずにバラを刺していきる。<laughs> <laughs> いいよそれで待ってるよ神のエもん生誕祭に1周年記念ライブと今日はめでたい一日だったいいじゃんいい一日だねいい一日だあっという間だよな時から時が経つのは早いなほんとにいやあの何な,なんかあのー、こう生誕イベントほんとはおいた2月の 21だかにあのパステルでよく一緒になる水木まりもちゃんっていう子に生誕イベント出てほしいって言われてたんですけどさすがにちょっと地域の子が近すぎてごめんって断ったんですけど生誕イベントとかなんか呼んでもらえるとこうねなんかお祝いさされるのもいいけどなんかする方が結構好きなんでなんか楽しいなと思う。えっ、ー、とむかつく内容がいやほんとにさ ななんかなんでなのいやピスタチオ嫌いじゃないよ別にでも嫌いじゃないけど <laughs> なんかこの抹茶と間違えるのが嫌だ <laughs> えーとピスタチオはなんとニャッニャうニャッって感じですそう,うなんでだろうねなんでクリスマスケーキも思ったのクリスマスケーキもピスタチオ多くてえピスタチオは好きですよお <laughs> いたもん別に嫌いじゃないよ それは言いがかり <laughs> 海外の方だったらピスタチオの方が多いですえそうなのあそっかそうだなむかつく内容が平和すぎて <laughs> だってさあ,あとねこれなんかすごいね気になったなんかこのなんかこの蜂の巣みたいなやつ蜂の巣みたいなやつこういうの見ての楽しいよないやこういうの見ての楽しいなと思ってチョコレート検定取ったのもあるんですけど <laughs> えっと 京都の菓子屋のパンフでピスタチオだったら文句言えよ。あー、言うわそれは言うわ京都でピスタチオ <laughs>。あいたん、こんばんは。やいばこおかえり、たこさん、こんばんはー。ありがとう。今日バレンタインキスしたの。まりもちゃん、まりもちゃん、そう、誘ってくれ、出たかったんだけど、そう。21日は、えー、おそらく私行けなかった。そう、確かに21日だよね。そう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 ,そう。なんか、その日ちょうど、 多分なんか小屋入り小屋入りして多分ほとんど制作さんとかスタッフさんたちが、あのー、舞台のセットを作る日だから一応こっちはあんまり重要じゃない日だったんだけどちょっと練習とかがさあんまりできないかなと思ってまりもちゃんセンターされたらさんねえジャニーそうだなんかまた今度誘ってってたえっ、ー、と動員目当てで群がってくる人多いんですねやめてください <laughs> <laughs> そんなことないよそれでもいいし別にそれでもいいもんいいんだもん別にみんなが来てくれてたねいやでもそんなことないでしょあのー、これは青いさんの人望 <laughs> 生誕祭やるから来てくうそうそ生誕祭やるのどこでどこでごめんちょっと会えちゃいけないから東京にして東京だったらい,けない,いかないこともないようん行かないこともない <laughs> <laughs> はいえー、ということでえーまあ、まずは次2月の舞台ね、あのー、頑張りたいと思いまーす生体院 A として踏ん張ります生 <laughs> 体院戦闘員じゃなくて <laughs> あああらすじ読んでないえー、こちら知恵と希望と極学キノコえー、ん今日サプライズのケーキとか考えたりしたのエリが断ったかいや 考えたんですけど多分あんだけ気にしてるのあるからケーキは多分絶対 NG だろうなと思ってでもせっかくなんで、まあ、その出る人みんなで色紙書いてエリちゃんに渡そうかなって思ったんですけどでもあの,ー、そのだからステージ上でさマイクとかも全部番号で固定してるしなんかその触れ合うとかなんかちょっと触っちゃったりさ。 こう色紙渡したりとかそういう受け渡しとかもろもろそういうのももうアウトなんかなと思ってもうなんかねそういうので何かストレスを感じさせてしまったら申し訳ないからもうお出しゃばるのやめようと思って何もしなかったです <laughs> めっちゃ今朝の今朝まで本当にずっと考えてうわどうしようどうしようどうしようと思ってたんだけどそうやめました <laughs> え会える場所増えるから良きだねね良きだね待ってるね ええー、もう年内はライブないですかね。いや年内あのまだあの2月なんで全然あると思いますよ何かで <laughs>、えー。え生誕感なくて黒ライブ間違えたと思いました。えー、そういたもそう生誕。 こんなんでいいのかなという戸惑いはちょっとあったけど本人には秘密です <laughs> まあ本人はね無事開催できたことに何よりね満足しているのでそう直井たんも楽しかったしあの皆さんにお会いできてよかったのでよかったということでえっ、ー、とやっぱりそこら辺を気にしてたんだったんだろうなと思ってそういや本当はねやってあげたかったんですけどそう なんかそう勇気を出してそう男の方々話したことないけどちょっとやろうかなと思ったけどでもなーとかいろいろ考えてやめましたでござるそうやっぱりそうだったそういや多分やるとしたら青井んしかいないなと思って <laughs> いやでみんなわかんないみんなわかんないけどそういうさ何だろうなんか生誕祭っていうものがさわかんないアイドルの生誕祭っていう知識だけど なんかだいたいこういう流れでこういうことをやるとかなんかそういうのは葵ちゃんが一番なんか経験しているからなんかやってあげられる側だなと思ったんだけどちょっとむぎおかしかった。そう ね、本当はさ、ね、実際ファンの皆さんもねちょっと待ったとかでさちょっと花束とか持ってきてほしかったんだけど無理じゃん、コロナでそうそう、ね、消毒してからじゃあとかさなるからさそうそう、ね、無事できたことで何よりそ,うそ,うそ,うそもそもそうですそうだ、またねねなんかこう、ね、機会があるときにコロナとかもね収まって、あのー、思い残すことなく、あのーねあのー、派手にやりたいなという感じですね。 そうだからまあ葵ちゃんもさ自分でなんか生誕ねイベントとかやりたいなって思わないこともないんだけどまあコロナがあるうちはやんないっすね <laughs> 多分 <laughs> コロナがあるうちは撮影会とかそういう個人で個人で一人一人でお会いできるものでなんかライブとかちょっとなんかなんか心残りができそうだからやらないなーって感じでそう <coughs> うんあやらげ気にしたらいいだから何事もなく終わった方が一番だよそうね よか知恵と希望と極悪キノコはどんなお話かと言いますと映画の撮影現場一人の売れない俳優が最後の撮影に臨もうとしていた未練がないといえば嘘だっただが早くながらもやりがいのある役をもらい俳優人生の集大成としてこの日与えられた役を精一杯誠心誠意演じて,新し,い人生て,て新しい人生に向かって踏み出すつもりだった。 役名は戦闘員 A だが職場に集ったのはセモ者ばかりかつてアイドルとして一世を風靡したものの今は冴えない中年俳優男の共演者である戦闘員 BCDE は全員バイト生活の売れない俳優戦闘員 F に至っては定年退職後シニア俳優として活動し始めたというド素人。 誰もがその現場に賭けていた誰もがその映画に夢を見ていたそれぞれの夢が交錯した時現場に混乱が生じやがて騒動となり男の俳優生活最後のささやかな夢を徐々にぶち壊していくそこに現れたのがお前 今日持ってったのにさ、出すの忘れちゃったはるこたん。ごめんね。えーだん、うんうん、客席では飲食禁止とかだったかなぁ、思いながらドリンクビールあったについて飲んでしまいました。え、そうそうそう、なんか飲食禁止ってあった気がするけど、でもワンドリあるじゃんって思ったのよ、そうそう,そうそう。 えっと、やッー。あふーちゃん、久しぶり、こんばんは。お前だ、お前だ、毒キノコだー、歌えり <laughs>。お前だ、お前だ、ありがとう。とんでもない。あたしは神様だよ。<laughs> こんにゃろう、お前だ。 あドリンクカバンに入れたままだなおいたまさでもワンドリとかさなんかペットボトルのものもらって帰るのよねいつもすいやあもう寝てるウエハースは今日は休はみですか今思い出しましたあれウエハース開けてなくねって思いましたってことでウエハースは開けたいと思いまじゃじゃじゃんてってってんシャキーン決めずのやいばマンチョコ 今日はこれ開けて寝たいいと思います、えー、こちらですね「鬼、え、滅、ー、の刃」と「びっくりマンチョコ」がコラボしたやつなんですけどもまあのー、何あののー、何シールが24種類全部であります。で24種類中23種類あの青いタンは集まってましてあと1個。 あと1個集まればコンプリートなんですあと1個がね、あの、橋平伊之助ののレアのカードなので、あのー、それを目指して頑張りますということで、開けまーすええー、コーナーが1か月、来週目調べで、昨日は開けてえー、そう、そうだろうよ。だから今日開けるね。ててん。今日はいいぞ、開けた感じがいい。 じゃあ皆さんに先にお見せしますのでえっ、ー、とネタバレをしない程度にあの葵ちんにヒントをお願いしますおおーとかわーとかかわいいとかかっこいいとかそういうお願いしますくん,くんうん今日もいいビックリマンチョコだー、えー、カモンサネミまあまあサネミならまだまだ7枚揃えようぜやだよちょっと怖い怖い怖い えう、ー、んー今日何かなあおいタンん的にはまあでも確かそろそろサネミカ義勇さんが来てもおかしくないと思うそうくんか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 ウィハーソくんかえホムラ歌ったからなああホムラ歌ったからねごくさんかもしれない <laughs> それでは皆さんいきたいと思います321じゃん 僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして離したー。未来、えっ、ー、とやれば可愛い。ありがとうまこさんありがとうこんばんは青いタンことナンバー青いでーす。右上のハートよかったらピンクにしてってください。それはそれはえいいやつ？ 来たわあでもなんかオルテガさんが雑魚感出してないあんまり欲しいえっしい君かーえっえっ、ー、どういうことふむふむあっひろたもかいなさんえっ 3-26隠しえ隠しのシールがあるんだっけディフォルメ3まあピンポイントで当てなきゃいけないからこういうこともあるよねえー、えー、絶対にまず男だろうないや男だろういやこれ男だなええー、炭治郎とかかな水の呼吸だよねやっぱね、うん、<laughs> 炭治郎かなあとは うーんあでも善逸もありえるね善逸もあり得るえる、ー、え全然ウェイハウス見かけないけどなどこも売り切れてんのかなえ後藤さん後藤さんかは知らないけどなんか各紙がいるみたいな話は聞いた一番人気とか書くとバレちゃうんだよね一番人気え一番人気って誰一番人気アウの中ではかなおですよねえ ピスタチオの呼吸いやいや好きだよ好きだけどねピスタチオ好きだけどここは吉田さんかもそ吉田さん吉田さんいやなんか藍ちゃん縦教わろうかなえー、事実上最強と言われる柱の一人え事実上最強といわれいやいやそれそれ姫島さんだよだって待ってそれは姫島さんだよやだよえ姫島さんえ姫島さん 島さんえやめようちょっとうんなんか善逸とかにする分かったあがつま善逸にします今日ははいモンストコラボの時よく使ってましたモンストコラボの時あそっかモンストやってないんだ葵ちゃんねコ観光費の決めてないバあるけどいいじゃんでは皆さんえっ、ー、とー心の準備はま葵ちゃんが見るだけだけど <laughs> いいですかえ葵ちゃんはまあそうだな善逸あたりにします最近善逸出てないよね 善一くんとかにしようかなと思いますはいこれ当たったら何かあんのえ何もないあおいたんのスマイルプレゼントうん <laughs> スマイルプレゼントかみんなのスマイルあおいたんにプレゼント、うん、はいではえー、いきたいと思います321 うーんいないいやいる <coughs> こちら妻君です情けない顔してるどんどんメルカリ出品できるシールが増えてくね出品しないよしませんとうもうもう青ちゃんの空気読みそこそこえー、すごい気がするまあ空気読みのスペシャリストですからうん パチ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 ,パチ。ありがとうございます。こちら、アガ善マゼくんです。炭治郎と同期の聴覚に優れた気殺大使。普段は気弱だが、極度の恐怖に陥ると眠りに落ち、頭の切れる別人格に変わる。そう、生、の、すごいあのー、雷の呼吸、霹靂一閃をやってるときはかっこいいですね。そう。<coughs> えっ、ー、と、んスーパーゼースでたら本当に弾きたいもの弾けないんじゃん。まあそうだね、そうだわ。 そうだわ、そうだわお当たりーまあ、でもねあの全然これもあおいた1枚しかないよね多分そう良きということですわあ三角ださすが伏線開始ほんとだーえっほんとじゃんさすがこれだよこれこれこの缶がワードウルフで生かされなかったいや多分旗から見たらわかるんだろうけどねそう全然あそこにとわかんないねえっ、ー、と ピカピカしてるけど、ハズレなの鬼滅ってハズレばっかりだね。じゃあ、ハズレじゃないです。ね、ハズレじゃないんですけど、あのー、何？あの、レアはこういう感じなんですよ。レアがこういう感じで、で、あとはまあ、こんな感じ。そう。えーと、でもメルカリ出品は悪いことじゃないよ。むちゃくちゃな、金額出すから高いのって適正価格ないからまあ、私、なんかバカみたいに高いのあるもんね、なんか。 傘持ったお子ちゃまがみんな真似するから親は困ってるらしいよああそうなんだまあでもねだやっぱこういうさ刀とかってさ何かにさといて真ねしたくなるよなわかるわかる、えー、やってたらわからないけど、えー、見てたら結構えー、でもそうそれうちの母親も言ってたいや見てたらめっちゃわかりやすいよって言ってそうなんだただの黄色か <laughs> ただの黄色 とということでえ待って、全逸2枚あった。えっ全逸2枚あるじゃん !3 枚目だよねえねえ、イノキある普通のイノシキあるけど、3枚目で出てってねー。我妻善一くんでしたありがとうございます。まあ、善一はね、人気あるしね、この声優さんも人気だしね、良いということで。適正価格ででても高値で転売されてるか、あーそうね。 なんでみんな転売するのほんとにさーね。ねゴミね。ゴミじゃないよ。ゴミじゃないよ。ねだからあさ、なんかそうコラボとかさ、本当に欲しいさ、私みたいな人が買えなかったりするわけだよ。うん。えー、50円で出したものを3万で転売されたらやだもんな。3万で出そういしシしシしなんで発想の転換。そうか、適正価格で手に入れて高値で売るのか。ほら、ほらみんなほら。 7枚目指すのがまた増えたねいやーでもさこれ出るかなぁ猪之助レアー出るかなーえー、トイレのドアに貼ってこようね本当トイレトイレに貼っていくか順番にねまず原野からそうあ照明の関係でピカピカに見たこれピカ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 の1年生よーしではそういうことです えー、明日はにえ明日日曜日ですか、なんか今日日曜日みたいな感覚だった、明日は日曜日です、えー、皆さん、えーあー、間に合うかなー、間に合えば、ですね間に合えば明日の夜か、明後日の夜に青いくじをやりたいなと思ってます。 青い、えー、タンオンラインショップ秘密の刃ショップでですねあのー、去年末まであの昨年末までその3000円以上お買い上げの方にお年玉青いくじっていうのをあのー、プレゼントしてたんですよであのー、無事にあのー、全員届いているのであのー、青いくじちょっと抽選してまあ抽選をしたいなと思っているんですがそうあのー、ショールームでまああのー、何 抽選ボックスとかにこう紙入れたりして発表してまあツイッターにも何番みたいなのやろうかなと思ってます、えー、ちなみに最後に聞きますがあのー、その青いくじで当たったら嬉しいなと思うものがあったら今書いてみてください今書いてみてください <laughs> えっと で,でででで、福袋にシール1枚だけパターンで出すの福袋シール1枚いいよーいいじゃん、それ。ゴミってね、ゴミじゃないよく見たら外れだ。まあ、ゴミはゴミだね、ゴミじゃないよほら、青いくじ、そう青いくじ、届いたでしょえ、届いてるよね。タオコさん,あんねん、ちゃんと届いてるよね、タオコさんのとこにねえねえねえ。届いてないよオルテガさんはは届かないはずだよ。 当選発表ドキドキワクワクハラハラしちゃうけ日 <laughs> 恋はあーでも踊れないわ多分女のうん踊れないわえー、おお公開延期になってるのがついにそうすいませんお待たせして本当に青いくじの裏の数字が気になってるですあのお年玉青いくじはあの組数が 青い組組か春子組しかしなくてそれで「葵組1番」とか「春子組2番」とかそういう感じで表に書いてあってで裏にある人は裏にシークレットナンバーがあるんであのそれでまああの嘘をつく人はいないと思うけどそう発表して「おの 当たりですみたいなさ嘘をつく人がね絶対ないと思うけど万が一出たらえだから一応そのシークレットナンバーを送ってもらおうかなと思って書いてありますえっ、ー、と「現金」<laughs> おやすみなさい <laughs> えー生身の青い炭プレゼント」 ちょっとくじでやれんな母上の励ましのお言葉嘘。ボイスチェキにするあえてやんグラビア写真集ど,どこまでの露出で余ったウェーハースとかいらないシールとかかな <laughs> あのウェーハース困るでしょ、ね、シールはまだあれだけどさウェーハース困るでしょ こんばんばは、あっ、天下無双さん、こんばんは、おかえりー。赤いくじなら届いたかも、確かに赤い色のくじだわ、あれは。スイッチかプレート5がいい、それか、あまりにふん、ね。<laughs> キッチンダイブじゃん、もうそれ。鬼滅の刃は、青いりの宝物なんでいいね。裏、裏なんて見てないぞ。だ裏に、まあ、書いてある人は書いてあるね。そう <coughs>、あの、そういうためのもので、別にその裏の番号で何かが当たるとかじゃないです。そうえーと、なるほど、そういうことか、そういうことです。そう 裏全く気が付いてなかったらそのまあ、みんな見ないだろうなと思ったけどそのまああの必要な時あるかもなと思って一応書いていた欲しいものは葵ちゃんに蹴られる権利半分本気 <laughs> 半分嘘ア葵ちゃんと1時間デートいやーでもそうなんですよやっぱそういうのをちょっとその9時のね上位の方に入れたいなって思ってるんですけどそうあのー、ねほんと場所とか日付とか 有効期限的なものとかをいつにしようみたいな <laughs> あるそうえー、っと出遅れたおかえりちゅうたんこんばんはーもう一週ぐで終わっちゃうあいたのやえば高いよ 青谷にご飯をおごれる権利で <laughs> 幸せなんだけど葵ちゃんいいのそれねほんとだシークレットナンバー <laughs> 今見たのありがとうただいまーおかえりちゅたんありがとうえー、書いてある人はやりそうな人かいや葵ちゃん自身は誰がナンバー持ってるとか知らないんでそうあの順番にとか適当にバババ,バって入れてるんでそうえー、裏葵のチェキとかあ裏葵の裏葵のチェキ はななないいいいよ今回、えー、裏も偽造しないといけないのやめなさいよ偽造とかついううに青井さんが舞台で脳内がられて数字書いたのか違う違う違うよくあるじゃんクレジットカードとかさあのー、ほらあのー、あるじゃんクレジットカードのさ番号が表にあって裏にさシークレットナンバーみたいなあるじゃんなんか3桁とかのそういうことそう今日お疲れありがとうそうホムラとバレンタインキースした 真面目に答えると30秒動画 <laughs> 大真面目なやつ来た <laughs> くじが入ってた袋の本物がいいそれはアウトそれはアウト <coughs> みんな現金じゃないかわかりましたうんまあ参考にだけします参考にだけ。 まあ、明日か、明日、でも明日ね、ちょっとそう、稽古が何時に終わるかわかんないんで、遅くなっちゃうとだから、まあ、明後日とかが濃厚かなと思ってますが、そう、あの、一応ツイートはします、そう。うん。えっと、やばい、コーナーだ。えーと、シークレットチキとかその辺、あーね、そう。たださ、物に関してはさ、あるんですよ、そう。チキとか。 当たりに一応するつもりではあるんですけどその例えば次回通販購入時にととかじゃなないと無理なんですよねそれだけで送ることができなくて皆さんの住所を聞くのも通販で匿名にしてる意味なくなっちゃうし <laughs> そうだから次回通販購入時に、あのー、それが入りますよみたいなのしかできないでもので物の場合って。 ピクミンはどこピクミン6日目現金では買えないものだなじゃあ青いンの髪の毛とかだな <laughs> 明後日だとみんな楽しくやってくださいませ結果だけ当たればいいああ分かればいいですね <laughs> 次回通販購入時いいんじゃないのなんだかんだみんな買ってるけどまだそうなの正直ねくじ持ってる人はみんな買ってくれてるってことだしそう くじき理由に稽古休んだらいいじゃん台本固まってから読んでくださいって,って <laughs> ねえいやでもねそう台本ね変わったんでしょえっ、ー、と一昨日一昨日台本ちょっと変わってそうそしたら今日はダ,ダンスが変わって <laughs> そうなんですよまあでもより良いものをね見せるためにですのでまあショールームで3分間あなたとだけ話します公開しねええー、いいのいや全然やるよやるけどねうん えー、それはいらない。髪の毛なんでよ最近心臓のバクバクが速くなりつつあります。あおこんば何急進急進じゃない急進買ってきなよ。<laughs> おかえり学校の先生。はい、ということで、まあ分かりました。ありがとうございます。えー、生足丸出し的とかを十分ありがたく頂戴いいたします。<laughs> はははは,はい。 ななんか面白いのがいいのがよな普通のってつまんんなないじゃん普通のなんかさーなんかなんか変なのとか入れたよねなんか青いタンとなんか青いタンと一緒に雑草を抜くとかなんか青いタンとキノコ探しに行くとかなんかそういうくだらないくだらないっていうかなんかちょっと変なやつ <laughs> <laughs> えー、それこそネット特典会入れたいとか時間があればであでもそう,そうオンライン特典を <laughs> そもそもそう今悩んでるのがやっぱそう一緒にこうなんかお出かけする系のかオンラインかとか選べるものとかそうこのご時世だからそ,うそこら辺ちょっと臨機応変に入れたいなと思っている変なのそう変,変ちょっと変わったやつなんか葵たんと駄菓子屋さんに行くとか葵丹葵たーんがうーんそうだな葵たんが あのー、なんか何 <laughs> おいたんがキッチンライブでお弁当買ってるとこ見るとか <laughs> おいたんが処分したい私物でもいいよいいねそれいいいね処分したい私物 えー、なんだろうでもな使ったものばっかだよねそういう私物って結構えっ、ー、とキノコ探しに行くもう山だよ山限界を超えた変態,変態なやつそそそううう変態なやつそう変なやつとか変態なやつキノコあっああきちゃとダメか葵 <laughs> ちゃんと行くキノコ旅行舞台まで葵 <laughs> ちゃんが案内する <laughs> あの紀伊国山で <laughs> ママと30分デート券ナンバーが同行し監視します逆じゃんいつもの逆ーね <laughs> 当たった人が自分で考えて青い単に認められればもらえるとかあーいいなーそれ面白いなーワンチャンありだねそれ駄菓子バーで駄菓子食べ放題を 2人プラスはるままでいいよえそうなんですよそう食べ物系さ絶対さまあママたんいなきゃいけないからさなんか <laughs> そうだねお席3人分用意しないといけなくなるそう <laughs> そうなの確かになーちょっとじゃあそこら辺で考えてみたいと思いますはいゴゴミミは売るるアイドルいいいけどゴミはいらないよ、うん、ゴミはないよゴミなんてないようちに いんと同じ時間に会場までどこかの駅から駅まで <laughs> あの新宿駅からねそうやべいいこと言ってしまった <laughs> 適当に言ったんかい不要になった CD を1000枚くらいタンに引き取ってもらえる権利とか嬉しい、えー、いらねえ <laughs> いらねえよーせめていや10枚ぐらいだったら考えなくもない うん十枚だったら考えなくもないけど千枚はえらんらーそうなんだけど怖いよ逆に怖いよわかりましたありがとうございますまあねみんなの意見をまるっきり反映しない可能性もあるけど。<laughs> <laughs> あのそんな感じでわかりましたみんなありがとうを考えてくもし何かあればねあのツイッター、Twitter、とかねインスタとかなんかので送っといてくださいね今夜 <laughs> <laughs> 不要になったペットボトル葵ちゃんに引き取ってもらえる権利 <laughs> うわペットボトルはいらんペットボトルは本当にいらないね <laughs> <laughs> おたくの CD10 枚って全部同じ CD だよいやでも葵ちゃん結構ファンの方からこれ聞いてみてとか なんかあのー、これ俺の好きなやつとかもらう CD 全部あるんですよ全部あるんですあのすごいさすがにさすがに売ればとかなんかあの何、ー、友達とか言われたりするけどなんかあんま売るって考えがなくちゃ置いたんそうずっとずっとありますそう家にそうこれはしないな <laughs> ポスター欲しいああポスターねーポスターなー確かにな考えてましょう ただでさえ大分は自分の、あのー、部屋もしくはあのー、こういう物置みたいなとことかなんかこう鬼滅コーナーを作りたいんです家のどこかに鬼滅コーナーを作りたいんですけど作れてないんですよ、えー、ポスター欲しいけど壁くださいもうダメだク様増築しないとダメだ、えー、とじゃあなさそうなの持っていこうかなさそうなの 怖怖いいいいなにからよ大ねえ葵ちゃんの靴を買いに行くでってあれっちゃんの靴買いに行くの結構大変だよサイズないからえっ結構結構3時間4時間間に合わないよきっとね兄やの肉まん食べれる権利あ兄ンの肉まんは美味しいですようん美味しい。うん はい。ということで、わかりました。皆さんありがとうございます。ということで、コメント流れちゃった方いたらごめんなさい。またコメントしてください。5位、八平さん、ありがとう。良い春耳ありがとう。3位、レクターありがとう。2位、白様ありがとう。1位、雷みなも、ありがとう。えー、他にも、種やカウント、コメントありがとうございました。 えー、なお店は青いターン選択でやくつな難しいなぁ鬼滅コーナー作っても来年には十0回戦コーナーになってるんですよそんなことないそんなことないもんはいえー、では皆さんえっ、ー、とー えー、毎日配信してますので、右上のハートピンクにしてってください。あと、葵井んのツイッターやインスタグラムぜひ、あのー、フォローしていただき、ご覧ください。そう、2800人超えたんですよ、フォロワーさん。ありがとうございます。3000に目指して頑張りません。はい。そして、葵井んの YouTube チャンネル、えー、ピクミンね、まだ見てないよという方ぜひ見てください。でね、もうすぐでね、リトルナイトメア2がね、発売されるんですよ。 なので発売されたら実況を撮りたいんだけど、その前にリトルナイトメアの。あのワ、ー、ンの方で青いとサムネの間違い探しの答え合わせしてないんで、どっかでやりたいなあと思ってます。はい。期待ほどほどにして待って、そうほどほどで、ほどほどで。今日くらいゆっくりでたいから変更箇所を頑張って。<laughs> ああ。そう、そうですね。頑張ります。ありがとうありがとう。 はいということで皆さん、えー、今日はね本当にありがとうございましたえー、まあね今日ねあの一緒になんかあのちょっと味わえなかったよという方もまたある時にぜひお越しくださいえー、ということで、えー、明日も素敵な日曜日にしましょう以上あおいたんことナンバー葵でしたこれももっといい夢見てねーおやすみなさーい